昨今我が国周辺海域をめぐる情勢は緊迫化しています。またカーボンニュートラルの実現等に向けた対応も求められています。今まさに産学官の英知を結集して海洋政策の変革、いわばオーシャントランスフォーメーションを推進していくべき時にあります。本日総合的な海洋の安全保障と持続可能な海洋の構築を柱とする第4期海洋基本計画を決定いたしました。海洋資源開発や海洋科学技術の振興、洋上風力発電をはじめとする再生可能エネルギーや CCS などの取り組みを具体的に進めてまいります。谷大臣をはじめ各閣僚におかれては海洋立国の実現に向けて一層の連携ご尽力をお願いいたします。